はい、どうもこんにちは。今日はね、電池式のね、ギターン、ちっこいやつね。これはね、新しい、製品でも何でもないんだけどね、ボスのね、刀ミニっていうバッテリー式の部なんですけど、これ今、AC 電源でね、使ってますけど、電池入れてね、野外でも使えますからね。でね、僕はこういう小さいミニアンプはね、ブラックスターのフライ3とかね、まあ最近あんま使ってないな、あれね。あれ、音いいんだけどね、音圧がちょっと、低いんですよね。うん。で、前からね、ちょこちょこ登場してる、ね、マイクロキューブ GX とこいつをよく、ね、外で使ってたんだけど、ちょっとね、マイクロキューブがね、ちょっと、また調子悪くなっちゃってね。なんか接点不良でね、このコネクタの不良で前ちょっと直したんだけど、やっぱダメでね、まあ結構使ったから、まあ、そろそろ引退かなって感じでね。で、こいつは、GX よりは、まだ、そんな日は経ってないんだけど、でもまあ、結構使ってるんだけどね。うん。でね、まあ、ブログの方にね、ご年配の方から、ギター初心者さんね、からお便りいただきまして、ちっこい電池式のバッテリーアンプを探してるんですけど、おすすめはありますかというね、ご質問をいただいたんですけど、まあ、ご年配の方ね。まあ、僕も最近そうですけどね。あんま重いのは嫌ですからね。これね、めちゃくちゃ軽いんですよ、これ。うん。まあ、マイクロキューブね、GX も軽いんだけど、あいつの半分ぐらいしかないかな、これ。うん。ただ、こう、パンチっていうかね、音の音圧感は、やっぱりエンクロージャーがあっちの方が大きいからね。多少、曲げちゃうところもあるんだけど、音はね、正直言うと、マイクロキューブより、こいつの方がね、音抜けがいいかなって思いますよ。うん。でね、あんまりこう、アンプシミュレーターもね、たくさん装備してないんですよ。うん。マイクロキューブ GX は結構、いろんな種類のアンプアーション、メモリもついてるし、で、こいつは、クリーンとクランチと、あと、まあ、過激に歪むね、ブラウンっていうのがあるんだけど、まあ、ブラウンってね、いうのは、まあ、ね、ピンとくる人いると思うんだけど、エディのね、バンヘイレンの音が出せれるような設定になってるんですよ。うん。スイッチだけでね、本当にそれっぽくなるんですよ。で、これね、クリーンだとね、これがね、今ね、ストラトリアね、これがね、クリーン。結構綺麗でしょ？で、クランチ。ね、スイッチ1個上げるとクランチ。ちょっとボリューム落とすね。うん。クランチでもね、結構歪むんですよ。で、これにね、ディレイもかけれるんですよ。
しょ。ね。でね、このアンプね、クランチにするとね、ハーフトーンのね、抜けがね、すごくいいんですよ。リアとね、このセンターの。結構いい感じでしょ？ね。で、一番歪むね、ヘビー、うん。これね、ヘビーっていうか、ブラウンね、シングルでもね、かなりずぶとくね、歪みますよ。原因を2時ぐらいにすると、ちょっとボリューム落とすね。なんかいい感じでしょ？Thank you.
はい、こんな感じでね、小さいけどね、結構遊べますよ。うん。で、まあ、トランジスタね、ソリッドですけど、デジタル臭さもないしね。うん、ソリッドの割には結構、しっかりしたね、中低域がね、しっかりした音出ますからね。これからね、ギター始める方でね、小さいアンプ探してますよっていう人はね、いいと思いますよ、これね。まあ、最初に言ったけどね、最近のアンプじゃないからね。もう出て10年はなんないと思うけど、結構古いよ、これね。で、エフェクトもディレイしかついてないですからね。まあ、僕はエフェクトはほとんど使わない。リバーブかディレイどっちかついてればね、いいからね。これ、ディレイ取ると。で、ディレイを入れると。まあ、微調整はできますけどね。よいしょ。うん。全然いいと思うんですよ。刀ミニね、まあ初心者さんにはねかなりおすすめのアンプですね。値段も安いし軽いしね、音もいいし、うん、一回ねよかったらチェックしてみてください。ご年配の方ね、お手入れいただいた方ね、これおすすめですよ、超おすすめ。ちょっと僕はねハンドル持ちやすいようにつけてありますけどね、もともとはこう黒い一体型のやつがついてるんだけど、まあ、僕はちょっとこのねボックスのこのハンドルが好きでねつけてるんですけど、中はいじってないですからね。はい、ボスの刀ミニのお話でした。